グラつぶし大好きクラブですスト4では複合グラは強、えー協力何かのセットプレイの強さのおかげか相手がグラップすることが多くてグラつぶしをいつも狙っていました、うん、グラップ強かったねしかしスト5は複合グラがない、えー、投げたら敷き直しのせいで全然グラップしてくれません、えー、相手がグラップするまで一生歩き中 P して誘うこともありますが歩きを見てからコパンを押す人が天敵です、えー、コパンつぶしでもいいので投げずに相手を崩したい人におすすめのテクニックがあったら教えてください うーんまあ、どのキャラ使ってるかによるけど、まあ、一番簡単なのは削りですよね。削りで動かすっていう。まあ、飛び道具あるキャラだったらそれがいいですよね。ガードしてる上から削って、削りながらゲージためて、まあ相手に、まあ、要するにストレスを与えるっていうね。その物理的に2択で崩すんじゃなくて、心理的に崩すっていう。ああ、もうなんか不愉快やなって思いをさせるって動かすっていう。 まあ中攻撃一生ガロさせるだけでも相当なストレスだけどね、相手からすると。で、これ、歩き見てからコパン押し,押してるって書いてあるんですけど、あの、歩き見てからコパンは基本押してないと思います。で、歩き中パンってあるんですけど、それは、ぐらつぶしだけのタイミングじゃなくて、もっとタイミングがいっぱいあるんですよね。例えば、しゃがみ中パン、しゃがみ中パンっていう連携は割れないやん。しゃがみ中パンちょっと歩いてしゃがみ中パンチやったら、相手の、 ガードしながらのコパンを潰せる。んで、しゃがみ中パンチ密着目歩いてしゃがみ中パンはグラ潰し。で、めちゃくちゃ大まかに分けて3種類あるんですよね。暴れ潰し、えー、ファジーコパン潰し、引きつけてのグラ潰しっていう。な、その、この下中パンを、まあ中パンでもいいねんだけど、七色の中パンを覚えたいですね。そしたら、あのー、打撃だけで崩せると思いますね。相手も絶対ボタン押すんで、あの、ボタン押さずに一生ガードしてるやついないんで、まあ、あとはその、 この歩き見てから、まあ、コパン、まあ、歩き見てからわ、まあ、かんない、コパン押すんやったら、歩いて下がって、中攻撃とか合わす。例えば、まあ、5期とかやったら、まあ、5期って大丈夫なんだけど、歩いて後ろで下がって、相手の弱攻撃の空振りのタイミングで、中足とか押して、で、上下確認で竜巻入れたりとか、結構その辺のなんか、崩し方が分かると、あの、攻めがかなり面白くなると思いますね。ので、やってみてください。